3番手から関東両者そして後方が南関東という布陣でさあまずここで7番車の栗田が上がってまいりました泉田を連れて栗田と泉田南関東の2人が上昇しています。 残り800を切って誘導だけ下ろしました7番車の栗田で2番の南木がここは出させません3番手変わらず3番の木村健二さあ初手の位置取りに戻りました7番の栗田が6番手に車を下げていますそして3番手ここで関東勢が早めにかましてまいりましたさあ前では2番の南木もペースを上げてきてここは2番の南木と3番の木村ちょっとやるような感じなんですけどもここは中部勢が突っ張り切りまして元の位置に3番の木村が戻りましたあとは後方7番の栗田なんですがここが厳しくなって6番の泉田 が6番手に切り替えています逃げる2番の南木匠、追走が1番の小玉3番手、3番の木村憲さあ関東勢、もう一度縦に踏んでいけるか最終バック、1本棒で通過いたしました飛ばしていく2番車の南木番手、絶好が1番の小玉そして3番手には3番の木村健司がいて4コーナー回ってくる逃げる2番の南木、南木が先頭南木先頭で振り切ったか中終わっては4番の笹川。